はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。サガフロンティア主人公はブルーですね、ブルー編やっていきたいと思います。で、今現在ですね、新郎というところに来てます。で、ここは、遺跡があって、その遺跡探検をして、ちょっと戦力強化をね図っていきたいと、思います。で、ここが王宮でしょ。で、ここが遺跡とここが遺跡、なんかどっちかだった気がするんだけどね。まあとりあえず行ってみますか。そうで、このシップの内部みたいなところだ。ここを探索していこう。メカがいる。で、なんだっけ、なんかちょっと強い銃がねあった気がするんだよね。で、銃もこれちょっと2種類に分かれてて、要はメカが使っている銃火器みたいなやつと普通の拳銃みたいなやつで、今メイレンの拳銃がちょっと弱いんで、これが欲しいんだけど、これなんかさ、あ、いた、開くだけか。え、こいつらが強いんだっけ。最悪死ぬ恐れがある。ソニックバット行こう。しかしケンさんの烈風拳があればなんとかなるはず。毒撃173つ、超音波281、頼む。倒した。 LP がやばいね。そうすると逃げるしかないか。これな、どこにいるんだ俺。あれが欲しい、ま、こいつらは普通の敵だからなんとかなるでしょ。あ、レプ剣使っちゃった、もったいね。一層さすがゲン。全然関係ないけど、今あのリーユニバースの方はね、ちょっとゲンちゃんまた鍛え始めてます。ガラクタいらねえ。フラッシュファイヤー覚えたんで、これをセットしましょう。敵全体攻撃かね。なこれ、ジャンプスーツ。何ジャンプスーツって。ジャンプできるんでしょ、ゲンさん。ジャンプスーツ、これ何、全身鎧ってことではない。まあもともと大したもん装備してないかった。レザーブーツを装備させてジャンプスーツが装備できるか。装備できねえわ。やっぱりこれは全身鎧なんだな。暗闇耐性が身につく。じゃあ一応やっておこう。強化装甲、これは強化装甲っていうから、スクラップパーツってなんかどうなの。あ、でも普通に防具だな、強えな。ちょっと待って、まずゲンさん、あ、でもジャンプスーツも25あるっちゃ25あんのか。あ、一応ね、その T260 を前面に出しました。強化装甲にして冷気に弱いんだ。でもコットンシャツって冷気に強そうだよね。あとなんかある、レザーブーツ一応やっとこう。なんか重さとかあったっけ、そういう概念。500円。あれ、なんかなんかあったぞ今。何だったんだ。あ、これだ多分。電速放射器、早速装備しよう。これはちょっと T260 だな。インスタントキット、ボーイナイフいらないか。スクラップパーツいらなくないか。これをこれにしよう。ヒットポイントむちゃくちゃ上がんな。高温上雷攻撃、ヒットポイント355とか。スーパーエースだな。これはもう見た目の通り金だね。で、これデュエルガン、よしよしよし、これだ、これが欲しかったんだ俺は。メイレンちゃんは三丁拳銃にしてもしょうがないんで、55とか異常なんだけど強さが。このアグニを変えるってか、弾一発しかないのか、だからか、そういうことか。なるほどね、わかりました。一発勝負でいこう。まずはお前試し切りだ。こいつメカだな。379強い。
メタルホッパー、あれは手に入んなかったな。あと全体射撃もね銃手に入ったんで、銃もそうひらめくっていうよりはその術みたいに後で覚えるやつだ。だからあとはリュートだけだ、ちょっと弱いのが。でここも金200、結構稼ぎになってんな。なんか変なやつ出てる、蛇男みたいなやつ。ゲ先制取れた。26、雑魚だな。まだまだ雑魚だね。これ強いんだよね、700とか。ソードアタッカーなんもない。上がりも結構いいからステータス強くなるのそれなりに早いんじゃない。まあ主人公がね8人いるって考えて8人回そうとするとやっぱそれなりのテンポじゃないと。あれ回避された今。50メカとか結構お気楽に能力を上げられんな。装備くっつけるだけでいいからね。あ覚えた、なんかブルー術フラッシュフラット、これいる？敵消滅、いや、フラッシュファイヤーがあれば十分だ。で、このアイテムを取ろう。追加メモリーボード、これ何？メカ T260、 スクラップパーツを買おう。追加メモリーボードなくね？あった、ヒットポイントプラス100とか。運動性、知力がめちゃくちゃ上がんな。固有能力、前段発射。前段発射装備時のみ使用可能。前段発射ってものがあるのか。まあいいや、続けよう。というわけで、めぼしいものは取ったので、まあこっちの遺跡は終了して、もう一個の遺跡ですね。あっちもなんかあったっけ？なんかこっちのイメージの方が強くて。こっちはいいのがあった。そう、欠点時なんとかとかね、デュエルガンとかもあったんで。よかったんですけど、もう一個のとこってなんかいいアイテムがあった記憶がないんだよね。まあ行ってみるだけ行ってみよう。こっちは完全に遺跡って感じだね、本当に。さっきのはなんかもうボロいシップそんなとこだったけど、げえ、なんかいたような気はするけど、どんくらい強かったっけ。今の俺で倒せるかそれがわからん。弾数は3個あるからね、天野の中も。強いものがただない、もろ手突きとかしかないからな。両手技、両手技とか関係あんのこれ。両手技だからあれか、盾が使えなくなるのか。盾たらね、リュートに装備させてんだよね、キーカシンシオで。精密だな。まあ太陽光線しかないよね。電磁収束400、稲妻好き、やっぱ強いんだな、技を覚えるってことは。1100、53、見つけ。いいか、ガードした。待って、もう弾がねえんだよ。一番最初は T260、稲妻好き、あれ稲妻好きも 1？ まあいいや、やろう。切り返しで、デュエルガンがもう弾がないんで、弾のある方に行こう。精密射撃、いやめちゃくちゃ繋がったけどさ、どうなのこれで。2150、いや倒せない。あ、倒したか。やはり弦だな、本当に強い。これであとはリュートの武器が手に入れば。一応予定してるのが、この後若津行って剣を手に入れる。でそうすると剣2本になるんで、あのなんだっけ、青龍剣だっけがあるから、あれを取りたい。ちょっとアグニになってるな、デュエルガンだな。普通にカードも回収してくると。ボスはいなかったと思うんだよね、若津には。いたっけ、なんか忘れちゃった。
だ基本的にボスがいないところで、こういう遺跡とか、さっき言ったけどさ、あのカエルみたいなやつで強い武器が眠ってるっていうところを漁って武器防具を回収しつつパーティーの戦力強化を図っていく、まあ、最初はそんな感じ。敵がいっぱいいる、その電磁砲をちゃんとうまく活用しよう。誰、これが一番いいね。で稲妻武器はもったいないから、でこうデュエルガンもこっち強っ効率が良すぎる。1セントに大体2つ3つ上がるからね。何これ宝箱、すげえ変な形してんだけど。精霊石いらねえ。何これは一体。しかも混乱してね、強いやべ、ゲンガやられた。麻痺ってんのか、逃げらんないの、逃げらんねえ、死ぬ恐れがあんな。あ、罠だったってことね、今さら気づく。てか強いんですけど、普通に治ったは治ったけどさ。デジ収束を戦闘員でスターライトヒールでゲンちゃんを生き返らせよう。フラッシュファイヤー出番だ。デジ収束いけ。まひってるけどさ、あいつ攻撃するとさ電撃の反撃を食らうんだよね。クラッシュ返しサンダーバリア。このシステム何なのマジで。この電気のやつ、電気システム、電気のやつマジで厄介だから先に倒しとこう。で当たりたくないから烈風剣使おう。一応よみがえらしたフックか、太陽光線でいいや。ダブルアクス当たらない、いやー一発で死ぬわ。強い、このゴリラみたいなやつがマジで強い。あと一発しかない。ロックバブーンとかいう意味不明なやつ。回復量がしょぼいからスターライトヒルブルームやっとこう。ミステリータップ、何やねん、ようやく死んだよこいつが。でケインはまだ LP はあるな。でこっちか、これしかない。切り返し、切り返し、まだデュエルガンを使ってないからね。一発撃とう、太陽返し、オッケー。強かった。てかさ絶対何もないよね、倒したけど怪我は1個。これもう1回来んのかな、ちょっとクイックセーブして。あ特にないわ。精霊銀の鎧なんか強そうだな。でもフルートが全然装備してねえかんな。まあとりあえずはゲンちゃん精霊銀の鎧は、まあ、これだけで24あればだいぶいろいろ差があるな、まあ、他にもつけろってことなんだよね。鎧以外さ大して持ってないからな。じゃあメイレンにファイバーベストは8だったら精霊銀の方が全然強いよね。めちゃくちゃ上がるし音波耐性。なんか怪しいやつがいんだけど、普通の敵かな。ちょっと無視しないで。じゃあこれ取りたいよ、行くか。なんだこいつら強いわよマジで。なんか強かった気がする。あ微妙に違う、剣と両方当たる、あ両方当たんねえわ。バルキリー、バルキリーか、烈風剣でいこう。こいつが弱いね、リュートがマジで弱いんだよな。で全体射撃これでいこう。フラッシュファイヤー、月打ち、グロファ
思わやられた。ガードされてめちゃくちゃディフレクトされてんだけど。なんか暗くなってね、手前のやつ、バルキリでもさすがに弾がない、弾がないと確かめちゃくちゃ弱くなるよね。反応射撃はあれか、カウンターか、ちょっと反応射撃にしとこう。262、ケンさん生き残ってくれ。ケンさんの烈風剣が頼みだ。ってかマジでガードされる。どういうこと。好き支援剣なんだ、どうなった。なんか支援剣今当たんなかったよね。ちょっと戦闘早いな、やっぱり。いいね、反応射撃。ってかこいつはマジで強い。剣が、OK、あれがねえわ。地上操作絶対効かせて、ディフレクト100。こっちのガードしてくるやつがマジでうざい。あと1しかない、稲妻突きしか使えない。切り返し、アグニで頑張るか。巻き打ち80、400、そして切り返ししかできなくなった。攻撃自体はそんなに強くない。地道に削っていこう。グランダスパイクまずい。あれだってガードしたのかさ、できたのか、よくわかる。すげえガードしてんの。ちなみに竜とは三鏡の盾、水鏡の盾なんだわかんないけど、それ持ってる。烈風剣300、天下が来たけど無理だ。ちょっとなんでロボ狙うの。まあいいけどさ、スマッシュ、いろいろ覚えていくな。いやすげえ、ベアクラッシュ覚え出した。デュート、お前こんな強かったのか、知らなかったよ。俺は君を侮っていた。最終的には変えたいんでね。集中連射、いやいい戦いだった。弱いのね。いや強かったよ、本当に強かったよ。ちょっと待って、ゲンさんもうあと1枠あるか。これさ、覚えたやつってさ、ゲンなんか極意とかないよね。負けしかいらねえよマジで。いや極意ありそうだな、覚えらんねえよ。二刀十字弾がある、これ覚えよう。じゃあちょっと待って、一回セーブして、トロ精霊儀のピアス、いいものなのかよくわからん。これこの先さ、音波耐性がつくれば、一応ないからやっとこう。さらにボスがいるってなるときついな。こっちはボスがいるんだな。ここに結界石が分かりづれ、払い車剣。これ敵全体だったっけ。ロマサガリーユニバースでは全体攻撃だけど、ちょっと見てみよう。見てみようっていうかさ、1体しか出てこなかったからね。よし2体出ている。奥でちょ違うっぽいな。烈風剣が全体でしょ、で払い車剣はコーンか。いずれにせよもう技ポイントがなさすぎて使えない。切り返し、ディフレクトされた、結構きついな。そしてリュートは素の攻撃力はやっぱり弱えわ。早く武器が欲しい。いやもう技ポイントないから無理なんだけど、一応行ってみるか。スライムだし、いやでかい、ブヨブヨすぎだろう。電磁奥とか狙えねえかな、無理か。3体だな。でデュエルガンもこれしかないからな。フラッシュファイヤーが頼みだ。500600、そんなに今のところ強い感はないな。
え、増えんの？やっぱり強いわ。厄介すぎる。全体攻撃でなんとかしていかないと。もろ手付け100。あれ手前だって強くね。あれ、そういえばさ、銃普通に使ってるけど、これなんだ、なんでだ。てかレッ、そう、レスキュー剣使えねえんだ。じゃあこのサンダーバリアがさ、撃ってほしいんだって。よし倒した。よし今のうちだ。でこれ何取りに来たの、超謎。なんかすげえアイテムが眠ってるけど、後ろに行けるだけ。何がある、え、一応セーブしとこう。ここ関係ない。ちょっと待って待って、ほんと何もねえんだけど。え、なんかイベントで来るとか。いや何もないよね。宝箱もなさそう。なんか意味ありげなものがここにあるけど、多分今関係ないんだろうな。じゃあアイテム使うとかそういうのもないもんね。持ってないし、そう。これ歩いて帰るのさ、すっげえめんどくせえんだけど。リージョイントで帰ろう。跳躍だっつわこれ。じゃあ一回新郎にもう一回戻ろう。でちょっと王宮を覗いてみよう。何があるんだっけ。何もなさそうだな。人がいねえんだけど、そもそもいた。あれこれどこだ。え、どうなってるこれ。2階、立ち入り禁止、特別席。いや意味不明。なんか闘技場っぽいよね。なんか催されるんだっけ今んとこ。そう、新郎のイベントが分かんねえな。あんま意味はなさそうだから、ちょっと一回寝て。あ、頭になんか乗っけてるやついる。なんかよくわかんない。あ、なんかあっちに、なんかあっちにある。床を動かしてくれればわからん。帰ろう。ちょっとさ、遺跡のこっち側も気になるんだよね。最初左側に行ったじゃないですか。でも左側からもうめちゃくちゃ進んだんだけど、右側行ってないんで、ちょっと右側を探索してここは終了したいと思います。多分だいぶ取ったからね、宝箱は。奥の方はこっち、あとここ倒していこう。だと若津にね、行きたいっちゃ行きたいんだけど、ゲンさんの技ポイントがやっぱ70必要なんで、青龍剣だか流星剣だか何だっけ取るためには、ちょっとまだまだ足りないなということで、まあ、それ若津はもうちょい後回しかな。宝箱ある、あれを回収しよう。なんだこいつ、新たな敵だ。槍だか、なんか枝みたいなの持ってんな。何、ランスか、強く。しかし敵ではない。マジで竜とか、ちょっとさすがに弱すぎるからな。剣買うか、なんかお金が。でもね、ちょっとイベントで金も使うから、残しておきたいは残しておきたいんだよね。あんまり無駄遣いができない。ツインソード、お、ちょうどいいのが手に入ったな。ツインソードの方が絶対ブロードソードよりは強いでしょ。20、攻撃が変化するって何、超謎。これ物理攻撃、熱属性回避、三種の神器、水攻撃、耐性もつく。これいいよね。ただ草薙の剣も結構強いからな、悩みどころではある。
バカだ。まあ、とりあえず新郎での遺跡巡りはこれで大丈夫なので先へ進みましょう。バカだですね。エミリアイベントをやっていきます。もうただ全然覚えてねえからわかんねえな。ノームを探し出すんだよね。あ、ノームさん、そう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 。でそれに金が必要で、ただ俺今金を持ってるのはこれエミリアじゃん。そう、金を集めるのが大好き。でその金を換金してこなきゃいけないんだよね、クレジットと一緒。追っかけていく。これ勝手に追っかけてます。金を持ってこないといけないんだよね。ひたすら登っていくか、高速モードで。ほら、あ、人こいった。何、上に登っていったのか。え、関係者がいけねえし、うるさいわねとか。あれ、下に降りる。これちなみに今2倍になってるけど3倍っていう設定もあったからね、マジで制御できなそう。ほら行くぜ。ちょ、もうマジで、あれ、これいける。待って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 、 Don't disturb。これ1回、あれ、ずっと下、永久にそうなる。違う、1972、何回だこれ。駐車場まで行くか。で、あ、下下下下、そう、ここここここ、ちょっと待て、連れて行って。誰だ、さっきあったでしょ、ついてこい。さて、これでエミリアが仲間だったんで入れ替えよう。エミリア弱え。しょうがない。メイレンちゃんと入れ替え。で、メイレンちゃんの武器は全部没収。多分使うことはないからね、あの、二軍は。で、二軍って、ハンドバルカン。15、12。アグニ CP、SSP だったら CP の方がいいでしょ？ハンドバルカン一応残しとくか。で、デュエルガン装備。ファイバーベストが8だから、これはもう精霊銀の方が全然いいよね。いつの間にかなんか精霊銀の腕輪とかの手に入れてる。いつ本当いつ手に入れたかわかんねえもんばっかだからね。なんかあれなんだよ、敵が落とすのがさ、結構確率高くて、いつの間にかなんか手に入れてんだよね、ここら辺の。鋼の守りとか、ブラッドチャリスとか、パールハート。あ、マガタマ、装備させよう。雷の結晶とかね、サンダーバリア。違う違う違う、レザーブーツ、まがたまにしよう。 OK。 で下に降りて、敵いるやんけ。でそもそも金だよ、金を用意してこよう。で金はですね、まあ、いろんな町のところのこう換金所があって、価格100円、なんか相場があるんだよね。まあいいや、とりあえず4つ買おう。4つ必要だった気がする。あ、待って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 、なんか一気に、あ、そうだよね。まあ、いっか。じゃあ、戻ろう。じゃあ、さっきの下に戻って、進んでいきましょう。こいつ、普通に敵で出てきたんだけど、ガイアトード。二刀十字弾。ベアクラッシュ。全力で行こう。ちょっとエミリアだけ若干弱い。で一発だし、なんか覚えないかな。覚えない。調布を覚えた。よし、これは強いよ。調布が確か普通に強かった気がする。
どこだこれ。特に行ける場所がなさそうだな、ここは。お、行けた行けた。誰だ、誰に話せばいいんだ。え、どれだ。金、金カード、よし。これにて金のカードは終了。で、あとちょっと行きたいのがクーロンの裏通りですね。で、あとクーロンって結構いろいろ物がね売ってたと思うんですよ。それもちょっと見ていきたい。ここ宿屋でしょ。で、ここも行けんのか。何屋さんだ、何屋っていうかボロアパートだな、単なる。なんもない。ここはなんもなかった。で、チャイナみたいなやつはなんだよくわかんねん。で、こいつは骸骨でしょ。この兄ちゃん毛皮はいいや。で、足用の防具、足用の防具もいらないな。なんか武器屋があった。裏通りに来ちゃったな。ちょっと裏通りも探索していくか。裏通りなんか2つくらいあったと思うんだよね。ただもう内部構造はさっぱりわからん。で、ここに行けるとこがあって、ちょっとこっちの部屋から入ってこう。なんだこれ、病院だな。あの、待ってるんですか。なんかあった気がするけど、どういうイベントだったかは全く覚えてねえな。次の方どうぞ、行こう。では早速手術だ。そこに横たわって。勝手に出てた。あいつあれじゃん、ぬかさんだっけ、ぬさかんだっけ、なんかヨーマだった気がするんだけど。同じかな。同じっぽいな。さよなら。ちょっとわかんない。でもマンホールの中に入って、またこっからなんかいろいろ通じてるんだっけ。フューズクリスタル、何、そこそこの耐久力を持っている。200クレジット。ここはさっきの金だけだっけ。なんか行けるところがなさそう。戻ろう。じゃあこっちの方に行って、あれ、これ兄じゃん。気安く近づかないでよ。ルーファスじゃん。いらっしゃいませ。え、何やってんだ。奥には入らないでください。なんか秘密基地的なのかな、クーロンのメカ。治安は悪い、隙を見せなければ平気。ドレス必要ない。頭にかぶるもの、んー、ロック、ロック。これさ、値段違うのにさ、あ、あれか、多分他の防御力が違うのか。全体的な防御力だもんね。防御力7とか命中率が上がる。あんまりミスしないからね、このゲーム。軍からの、お、パワードスーツ50、強い。強化服売ってんのか。なんかそれはいいな、服欲しいからね。350円、まあ全然コスパ的にはいいと思う。250円で8だったら350円で10でよくない。で、行けるところが2つ、こっちとマンホールの下も行けるね。てかイノシシがいる。
さてどっちから行ってみようか。とりあえずマンホールからくぐってみるか。銃が良くても腕が悪くなっちゃうな。うん、待って、銃が良くても腕が悪いと何にもなんないよ。リーサルドラグン欲しい。60、あと9円で買えるんだけど、これだな。ちょっとリーサルドラグンとりあえず目標にして、よく切れるぜ。ゲッ、50で2800円か、60で4000円。銃も欲しいな。高周波ブレード、今ツインソードでしょ。だっていや、やっぱクーロン裏通りいいの売ってんな。ゼロソードも魅力だけど、ちょっとルーンソードで我慢して3000円くらい。1個下の銃だとアグニカ1500円で買えんのか。でも全然攻撃力ちげえな。36と60。いや、ちょっと金的な問題でちょっとルーンソードにして1個で1161円で、ちょっとアグニを買うか。ちょ、待って。じゃあブラクモより強いよね。ルーンソード50、勝利のルーンを持っている。ブロードソードはブロードソードでいいや。二刀流の方はで、リュウトはツインソードをブラクモにして一応ツインソードも飛びさせておこう。うん、これでいいや。じゃあちょっとこっちの方も行って、まあ、金を貯めながら次は銃が欲しい。なんか来た。通行料100円。今の俺は金がねえんだ。なんか2人いた気がするけど1人しかいないんだけど。青い戦闘員、これあれじゃん、なんだっけ、ブラッククロスも隊員さんじゃん。強い。てか売ってる武器でもさ普通に強えのあんじゃん。なんだ、逃げてった。なんだこれ、あっちに行けないぞ。え、これで行き止まり。なんかもうちょっと別に行けた気がするんだけどな。あ、ここ通れたわ。ここよし、先へ進んでいこう。逆風の太刀を覚えた。よし、これは金だ。200円、助かる。お、追加メモリーボード、これはメカに飛びさせよう。ボーイナイフ、じゃあもういらねえわ。追加メモリーボード、530とかめちゃ強え。デッドエンド強っ。お、二刀レップ、これなんだこりゃ。なんちゃらの剣、結構技覚えてきてんな。敵もね少し強くなってきてる。一旦じゃなんか倒せなくなったり。銀氷石って何？ちょっとアイテムが多すぎんだけど。フリーズバリア、あー、これあれか、なんか雷バージョン持ってたよね。これか、雷バージョンの氷バージョンみたいな。ここに入ってみよう。お、なんかいる。よく見つけたのはトリニティからの横流し品がどっさり。げっ金がねえ。ソニックブラスター、範囲内超音波攻撃、範囲内命中率はいまいち、命中率は高い、誘導式。マシンバルカンは持ってたよね。あれ、でも攻撃力30、違うな、バルカンの上位バージョンか。範囲内攻撃力30で40発、50で敵は7発。弾、なんかあの稲妻のやつさ、稲妻バリアになって若干使いづらさはあるんだよね。攻撃力あれいくつだったっけ、20か。そんなに強くないな。だったら範囲内、でも結局これもさ電撃か。
16発4発いまいち。え、じゃあマシンバルカンでよくね。攻撃力30あるんだから、これ1個買おう。結局さ、金がなくなって普通の銃が買えなくなったんだけど、あれ1個空いてる。ここにマシンバルカン装備させよう。150、これがだって20、30でしょ。よし、マシンバルカン使っていこう。じゃあちょっとマシンバルカンの威力を見てみよう。はい、コーンだよね。これだったら2人入る。で、ルーンソードで、じゃあちょっとこっち、デュエルガンもこっち、太陽光線もこっち。で、敵強そう。あー、まあまあか。160、結構これ飛燕剣覚えた。いい、よく技覚えんな。で、強い、敵が強くなってきた。ゲンさん技は封印しないと多分もう覚えらんない。やっぱり分散するとちょっと攻撃力落ちんのかな。なんか十字砲火手に入れたぞ。神速三段突き、いや強えのどんどん覚えて。2100とかマジで強い。え、なんかだいぶ強いんじゃない。またなんか手に入れたし。あれ、なんか洞窟に出てきちゃった。とりあえず目の前の金だけ回収して一旦ここは帰ろう。天地にだ。いや、やべえわ、マジで強い。ちょ、お金不足なんで200円だけ回収してここは帰ろう。よし、二刀レップ強い。やっぱトリケラトプスみたいなやつも強いんだよな。マシンバルカンがね、意外に軽く出ないかった。そんなに強くないんだけど。ギャッシュだ、ミリアが。バルカンなんか期待してたほどじゃないけど、まあ範囲攻撃っていうのを考えればいいのかな。こっちどうなんだろう、電磁砲みたいなの。電磁砲の方が攻撃力出るじゃん。やっぱり分散系はちょっとダメージ的には下がるのかな。ベアクラッシュ、これは紅の炎の石。あれ、なんか出てきた。こっちはいけない。これで終わりかな。入らないでください。はい、まあ、というわけでだいぶ戦力強化もできましたね。ゲスさんが技ポイント63まで来てるんで、あと銃がちょっと欲しいんだよね。やっぱ1500円くらいの銃が欲しいんで、まあ、それ買ってゲンさん技ポイント70になって70近くになったらもう若津行っていいでしょう。というわけで、次回はじゃあ若津に行って牽制の間ですね、行ってカードを取っていきたいと思います。というわけで今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。